1600系室内クリップ行き先表示のパターンが少ないため表示できないときは種別表示のみになる。快速特急、特急以外の種別の場合も同様。全車廃車となった1600系1600系電車はかつて名古屋鉄道で運転されていた特急系車両である。1000系と同様にパノラマスーパーの車両相性を持っていたが、 その車体構造は1000系とは大きく異なっていた。2008年に3両編成のうち2両が改造され、2200系一般車と同系の2300系を組み合わせた1700系として、同年12月26日より営業運転を開始し、2021年2月10日に運行を終了した。特急指定席車の一部に使用されていた7000系。 白帯車の置き換えを目的として1999年に登場した。塗装はアイボリーホワイトをベースに赤いラインが入ったものであった。戦闘車の全面下部には1000系、1200系と同様にパノラマスーパーの相性ロゴが表記されている。頭具類は1000系と同様の三連式だが形状が異なり、さらに横長の LED 標識等が スカートの付け根付近に備わった。戦闘部は自動ホロ連結装置を備えた貫通式で、名鉄での戦闘貫通式の電車は200系以来5年ぶりとなる。これにより、2本の編成を連結した6両編成で、編成間の自由な行き来が可能となる予定であった。しかし、戦闘大箱くらいの大きなオーバーハングに対して、ホロの設計が適切でなかったため、 主運転時に国府駅構内の分岐器通過で自動ホロ連結装置が破損する欠陥が発覚し、運行開始からしばらくの間このホロは使用されていなかった。その後2005年夏の臨時ダイヤを前に自動ホロ連結装置の改良が施され、営業運転でも使用されるようになった。また線形の先頭車の一部を貫通式に改造しての運行も計画されていたが、 これは中止となった。車体軽車システム装備を前提として、車体幅を 2700mm に抑え、さらに、側が前の内径角度と裾の絞りを大きくした。裾の台枠部分のみは垂直としている。線形と同じく先頭車の全長は 20m 級であるが、台車中心間を短くオーバーハングを長く取った、ことから嫌い押し台にも入線可能であった。 屋根の高さは3100系以降の限界拡張に基づいて1000系より 65mm 高くなっている。この車体断面形状は2000系、2200系などにも受け継がれた。また、連続型の側窓が本系列から復活したことや、特別車として一般の特急用車両でよく見られる型開き、扉ではなく両開き扉を初採用したことも特徴として挙げられる。 側窓の天気寸法は8 5 0ト、mm、ル、窓か町高さは7 1 5ト、mm、ル、床面高さは1 1 4 0ト、mm、ルである。冷房装置は集約分散式で、能力は線形と同じ15000キロカロリー、H2 のロス内併用だが、室外機カバーは連続型となった。SIV は三両分を賄うため、本系列固有の百区場のものをも1700に、 搭載した。電動車を3両編成中1両のみとしたため、3500系、3700系、3100系よりも、モーター出力を向上させたが、雨転時などに車輪が空転しやすいという問題も、浮き彫りにした。本系列の開発段階においては、中部国際空港への旅客輸送と当時、有料特急における昼間の輸送力の適正化も考慮され、 従来の線形より1両、少ない3両編成となった。4本が1製造年次で投入され、本系列の投入によって7000系白尾車が有料特急から退役したことで有料の列車がすべて専用の設備を持つ車両となり、同年のダイヤ改正から指定席車も特別車に解消されたため、本系列は最初から特別車として運行された。 後の車両へ反映すべく空気バネを伸縮させる車体傾斜システムを1601回に導入して試験が行われた。その成果が反映されたのが2000系である。名鉄の車両で初めてユニバーサルデザイン対応の様式トイレを設置した。全面種別、行き先表示器の種別色は当初1200系や1000系の英字兵器字幕などと異なり白だったが、 空港船開業に伴い特急が赤、快速特急が白に変更された。臨時に急行、準急、普通に使用される際は種別のみ表示され、行き先は表示されない。また、全面全面種別、行き先表示機自体も30コマしか設定されていない、ため、特急、または快速特急でも表示できない行き先を設定すると、全面は種別のみの表示となる。 2008年12月27日に実施されたダイヤ改正での列車種別の見直しに先立ち、本系列の運用は終了した。運用終了後、9600型は4両全車が廃車となり、それ以外のも1700型、車六6 5 0型は、改版されず2700系に改造、申請された2300系と編成を組み、一部特別車の6両編成となった。 なお、9600系の台車をはじめとする走行機器の一部が2300系に流用されている。その後、2019年度より1700系の、代替として2230系が申請され、編成から外されたも1700型、さ六6 5 0型は順次廃車となった。上述した2300系への流用機器については、損記されたため、置き換え後も、 本形式由来の台車などが引き続き使用されていることになる。初期の計画では本系列も3500系などと編成を組み一部特別車の急行で用いる予定であったが計画の変更により特別車の連結は従来通り特急以上となったため2200系を使用する一部特別車特急の運行に変更され中部国際空港開港以後空港線への入線は 繁忙期などに限られていた。2005年以降は、主として、名鉄名古屋2週間で運転されていたが、朝夕には、津島線を経由して、美西線、鞘山で、西尾線の吉良吉田まで運転されていた。収益から同年に1月29日の、ダイヤ改正までは、前期の目的により、上記の他に、犬山線、床波線、甲波線、下新線で、 乗客の少ない日中時間帯の特急に加え、朝夕に運転された広見線新加に名古屋本線、神宮前間の特急や、常名線常名駅発着の特急にも用いられ、また同年をはじめまでは、豊川線にも入線し、正月の豊川稲荷発着の臨時特急に、充当されたほか、新沼発の定期特急でも運用された。 釜マ線では8800系のダイソーとして2005年1月28日に一度だけ運用された。同年6月29日のダイヤ改正で、西洋線の特急は一往復を除き快速急行に格下げされたため、1600系としての定期運用は終了した。ありがとうございます。